藤本秀夫、藤本秀夫、藤本秀夫、1918年5月10日から1997年4月26日は、朝鮮、富山生まれ、山口県下関市彦島出身のプロ野球選手、投手コーチ、監督、解説者。韓国名は、李八龍、後に、中上秀夫、中上。日本プロ野球史上初の完全試合達成者で、 史上最年少監督。普山で生まれ、8歳の時に、彦島に移り、小学校4年で野球を始めた。旧成下の関賞時代は1935年春と1937年春に、甲子園へ出場。明治大学時代は、通算34勝、6大学歴代10位。明大の投手としては、現在も、最多を挙げて、優勝投手にもなり、シーズン途中に、 東京巨人軍へ入団。六大学随一の豪速球投手のプロ入りで、当時首相の水原茂が応将された直後という、こともあり、9月27日の初登板の際には、読売新聞に先発予告が掲載されるなど、大々的に宣伝され、当時の巨人主催試合の動員新記録、16,942名を作った。初年度に無傷で10連勝する。 2年目の2は34勝、防御率0.73、253奪三振で、最多勝ち、最優秀防御率、最多奪三振の3冠を達成。同時に勝率、756で最高勝率を受賞し、19カンプルモリーグ1位で、春の沢村栄治、秋のビクトルスタルヒンに次ぐ日本プロ野球史上3人目の、投手五冠王を達成した。 防御率0.73、シーズン19完封は、現在も日本記録として残っている。同年5月22日の名古屋軍船、後楽園で、ノーヒットノーランを達成。この年に結婚し、中上家の向こう用紙となるが、選手としての登録名は、藤本秀夫のまま引退まで通した。は、投手で3番を打ち、監督も兼任。人員不足の戦中にあって、チームを支えた。 25歳での監督就任は、日本プロ野球史上最年少記録である。途中まで監督を兼任し、同年シーズン途中に中島春康が兼任監督として巨人に復帰したのを受けて、選手1000人に戻る。戦後、巨人と再契約するときにもらった5000円の契約金を、一岡忠男球団代表からの、シーズン後にまた返すから一旦返してほしいの求めに、 応じて返還したが、シーズン後になっても返還されなかったことで球団に不信感を抱き、に、中部日本ドラゴンズへ移籍するが、シーズン後半に肩を故障。に、三原治総監督の要請で巨人に復帰するが、シーズン初めは主に外野手として出場。今度は足を故障し、投手へと戻らざるを得なくなった。幸い、外野手に転向している間に投球ができる程度に、 肩は回復。投手復帰に向けた練習をしていた頃、ボブ・フェラーの投球術の本を参考にして、スライダーを習得。肩の故障で、球位は落ちたものの復活し、2は、ラビットボール導入で、リーグ全体の投手成績が悪化する中、リーグでただ一人防御率1点台、1.94を記録。自身3度目の最優秀防御率のタイトルを獲得し、勝利数も24勝。 2位を上げるなど安定した成績を残した。藤本とは巨人軍入団同期であり、6歳下であった青田昇が語ったところによると、藤本秀夫のスライダーは、投げてから手元でホップするところまではストレートと同じで、そこからスッと曲がった。後のプロ野球で藤本秀夫と同じスライダーを投げたのは、稲尾和久と伊藤敏人しかいないであるという。 6月28日の西日本戦、青森では、カニの食べ過ぎで腹痛を起こした、ただ踏み急座に代わって、先発を務め、日本プロ野球史上初の完全試合を達成。藤本自身も前夜、青森での登板はないだろうと判断して、函館から青森に移動する、生肝連絡船の中で徹夜麻雀に興じ、ほとんど睡眠を取らない状態で登板しての、記録達成だった。 しかし、この試合は、新聞記者は4人いたがカメラマンがいなかったため、達成時の写真がないという華々しさが残らない、結末となった、梅雨を避けての東北、北海道遠征の最中で、前日の函館でのみの後、遠征に帯同していた記者たちのほとんどが東京に戻ってしまったという。当時中学生だった、寺山修司がこの試合を観戦しており、バットボーイは、 少年時代の中西綾が務めた。からまでの間に、毎年十五勝以上を記録し、別所竹彦、大友拓未らと共に、第二期黄金時代の巨人の投手陣を支えた。二、指の怪我により一勝に終わる。は、開幕から戦列を離れていたが、唯一の当板となった10月11日の広島戦。和歌山で、試合中盤の五回から当板して、悲安打一に抑え、 200勝を達成。同年限りで現役を引退。引退後は、巨人で2軍監督、1軍投手コーチを務めるが、1957年シーズン終了後に、発生した品川主刑球団社長と、水原監督との騒動に巻き込まれ辞任。退団後は、大和証券監督、タイを務め、チームを都市対抗に導いた。2。 読売新聞ドサンゼルス支局駐在員に就任。事実上は、巨人の米国担当スカウトとして活動し、スコアブックをつけながら、米国各地を回った。2は、祖国、韓国を訪問し、ソウル、富山、大田、テグで、少年野球教室を開く。韓国野球協会設立に尽力し、野球の普及に努める。2、野球伝道入り。 4月26日、心筋梗塞のため、東京都千代田区の東京警察病院で死去。1946年は6月10日限りで、中島春康と交代。10、1944年のシーズンは、全力球団で、背番号廃止。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。